はい、どうもがっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。この水槽ではですね、コリドラスやらクーリーローチといった低層魚を飼育してるんですけども、コリドラスを飼育したことがある方でしたら、結構見るとは思うんですけども、たまに勢いよく水面に空気を吸いに行く姿って目にしますよね。で、この行動をなんか水面ダッシュなんて呼ばれてるみたいなんですけども、コリドラスがですね、どういう理由でこの行動をとっているのかについて、今回はちょっと話していこうと思います。で、もう本当ですね、水面ダッシュと呼ばれるように、時々ではあるんですけども、なんかものすごい勢いで、空気を吸いに来るので、おそらくですね、初めて見る方でしたら、なんか水槽の酸素量が少なくて、もしかしたら酸欠状態なんじゃないかって不安になる方もいるかもしれません。でも実際はですね、コリドラスって酸欠にかなり強い魚って言われていて、その理由がですね、腸で呼吸できるっていうなんか特殊な呼吸方法が使えるって言われてるんですよ。で、この腸呼吸というのは、その名の通り、腸で酸素を取り込むことなんですけども、取り込んだ空気をですね、ガス交換して、酸素を取り込んで、残りの不要となった、窒素だとか二酸化炭素っていうのは、お尻から排出されるそうです。つまりですね、この水面ダッシュっていうのは腸呼吸をするために、水面まで空気を取りに来てる行動なんですね。で、一応ですね、腸呼吸ができる魚ではあるんですけども、通常はエラ呼吸をしているので、そんな魚がわざわざ水面まで酸素を取り込んで、特殊な呼吸法を使うのは、溶存酸素が少ないって考えるのが普通ですよね。ただですね、これはですね、コリドラスの習性のようなものなので、たとえですね、溶存酸素が高くても、これは定期的に見られる行動ですね。酸素というのはですね、水面から常に入ってきているものになるので、水面付近の溶存酸素というのは多いんですけども、ただ水槽の底っていうのは水面に比べて、絶対的に酸素量というのは少なくなりがちではあるんですね。とは言ってもですね、エアレーションでブクブクをしたりですね、あとはフィルターを使って水槽内の水を循環するように、水流を作ってあげればですね、全体的に酸素を行き渡らせることができますので、必要器具を揃えている環境ではそこまで酸素量を気にする必要はないかなっていうふうに思ってます。先ほども言ったようにですね、水面ダッシュと呼ばれる行動は、コリドラスの一種の習性のようなものですから、エアレーションとかですね、フィルターを使用している環境であってもコリドラスは水面ダッシュをします。もうこれが普通ですね。ただなんですけども、あまりにも頻繁に行う場合はちょっと注意した方がいい点があります。で、この腸呼吸を頻繁にするというのはですね、酸欠、つまり酸素量が少ないという部分に目がいってしまいがちなんですけども、もうこれはですね、そういうのじゃなくて、水質悪化の方を疑った方がいいです。これはどういうことかというと、水質悪化っていうのはですね、有毒な物質であるアンモニアだとか亜硝酸の濃度が高いということなんですけども、これらの濃度が高くなると当然ですね、体調不良だったり病気にかかりやすくなってしまいますし、さらに濃度が高くなると、中毒死もありえるんですね。で、こういった有毒な物質っていうのはですね、エラに負担がかかって、エラからの呼吸がうまくいかなくて、腸呼吸するために頻繁に水面ダッシュしてるってことが考えられるんですね。で、コリドラスはですね、すごく餌を食べますし、で、さらにですね、排泄物も多い魚なので、低床がすごく汚れやすいんですね。で、この汚れやすい低床で生活する魚になりますので、低床は常にきれいにしておかないと病気にかかるリスクっていうのは高くなります。なので低床の汚れはですね、すぐに掃除するようにした方がいいですね。ではですね、軽くまとめてみますと、まずですね、この水面ダッシュっていうのは腸呼吸するための行動ですね。で、この行動というのはですね、一種の習性のようなものですので、溶存酸素が多くてもするときはします。ただですね、あまりにも水面ダッシュの頻度が多いときは水質の悪化を疑った方がいいです。で、もしですね、この水面ダッシュが頻繁に見られるようであれば、専用キットを使ってアンモニアなどの濃度を調べてみるのが一番いいかと思います。はい、といった感じで今回はですね、コリドラスに見られる水面ダッシュと言われるですね、勢いよく水面に向かって、突っ走る行動について話してみました。で、初めて見る方でしたら、やっぱなんでこんな行動をとってるんだろうって疑問に思う方も多いと思いますので、ぜひご参考になればと思います。といった感じで今回の動画は以上となります。
もしよろしければ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。であとツイッターもやってますので、よろしければですね、フォローの方お願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。